ちらもね、とっても前向きな望みを捨てずに頑張っていきましょうという元気の出る、歌なんです。私も毎回毎回歌いながら元気をいただいてます。今日なんとね、この春の夢の作曲をしてくださってます津上健二先生のお父さんお越しいただいてありがとうございます。すいません、お忙しい中先生、津上先生ね、お世話になっております。ありがとうございます。わざわざ本当にすみません、ありがとうございます。私実はボイストレーニングもね、津上先生のところに立川なんですけれども通わせていただいてね、本当にもうありがたいです。いつもお世話になっておりますけれども。